それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、許佐案の千葉全区擁立に立憲本庄聡氏、なぜこういう仕打ちよが、自民勝てば憲法改正派が、立憲議員なぜか、被害者ずらわろたわら、マジで泣き言言うやついるんだ笑いなどの声をお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、許佐案の千葉全区擁立に立憲本庄聡氏がなぜか被害者ずらわろたわらなのであります。以下引用、やる大谷さん、やっぱり他のヤートゥーンを下に見てるよなこの政党、なぜこういう仕打ちをするのか、自民党が勝てば憲法改正派が増える、それでいいのかと千葉市で記者団に述べた。なぜこういう仕打ち、立民の本庄聡氏、許佐案の衆院千葉全区擁立を批判。五郎さん、仕打ちも何も、許佐案トゥーンをキリステイシンや国民と連携するという方針を打ち出したのは野田立民の側なんだから、対立候補立てられたところで文句を言える立場ではないでしょうに。よかぜさん、まんまお小遣いをくれないお母さんにキレてる中二ですやん、発想も行動も動機も幼稚すぎる。泉の神金貞さん、立憲許佐案トゥーンの醜い争いが始まった。サムさん、へえ、立憲許佐案体制でいかないのね、千葉は。これは立憲厳しいか。ただこれって立憲の本庄議員はどの立場で許佐案トゥーンを批判してるの。さすがに許佐案トゥーンのことをなめてないか。日本許佐案トゥーン樺沢洋平千葉市議会議員、一緒に政権やれないと協議なく一方的に言い放ち、維新とも協力しますと言ってきたのは立憲さんです。菅野保さん、なこういうやつ出てくるねんて、こんなんばっかりやねんて。クラックさん、すごいな、マジで泣き言言うやつがいるんだ笑い、これがなぜかわからない人間に政治家が務まるんかな。桜燕さん、立民の方が先に許佐案とは選挙協力できないと言ったのだからこうなるのは当然です。ダブルプロジェクトさん、ひどい仕打ちをしたのは立民の方だと思うのだが、自分の党の行いを振り返ってごらんよ、野田党首に聞いてみな。エイムズさん、ヤートゥーンで協力するなら辞退して許佐案トゥーンに協力しないと、立憲はマジで許佐案トゥーンを周票マシン程度にしか思ってないんじゃない、自分のことばっかりで国民の方を見てる。引用終了。なぜこういう仕打ちをするのか、自民党が勝てば憲法改正派が増える、それでいいのかとのことですが、なぜって許佐案トゥーンと協力しないって言うたからでは。あと右にも左にもボロッカス言われてますな。補足ですが、立憲本庄聡氏は立憲岡田克也前幹事長の元政策秘書で、2021年衆院選で自民の桜田義孝元五輪賞と事実上の一騎打ちを制し初当選を果たしている。以上補足でした。立憲本庄聡氏の発言に対する厳しいコメントがこちら。以下引用、自分たちのやってきたこと差し置いてよく言える、許佐案トゥーンと協力しないって決定したのは立民なんだから、許佐案トゥーンの嫌がらせをしっかり受け止めろよ、こんなめったに聞けないような自分勝手で情けない泣き言平気で言い放てるのが立憲クオリティ、これだけで票を逃しそうですが、当選した佐野、あまりに自分が何言ってるのか理解できてねえんだろうな。立憲民主党と許佐案トゥーンの違いが分かりません。許佐案トゥーンが出馬しなければその分が自民党に入り圧倒的な差がつくから減らしてあげる優しさ、立候補は自由ですよ、それが党利党略、仕打ちとかじゃないよね、もともと別の思想を持った別の党なんだからそれぞれ候補立てるのは当たり前では、泣き言言うくらいなら立憲許佐案しとけばよかったやん、そういう他候補に嫌がらせするのが基本戦術の許佐案トゥーンと共闘してたんだろう。実際立民は許佐案による自民党候補への痛がらせを最大限利用してた、それで今度は自分が嫌がらせされたらなぜこんなことをするんだ、こんなことは許されないだなんて無視が良すぎるわな。
自分たちが中心主導メインでやるから、許佐案は候補者を引っ込めて、許佐案支持者の名簿と票だけこちらに回して、こちらの言う通りに動け、口は出すな、みたいなことをあからさまに言う、傲慢すぎる立憲、国民民主党にも、立憲に、九州合併で、こちらの下につけ、のようなことも前言ってたし。だから、立憲は政権を取れないんだよ。増税用、まず、これで、絵二本、歯が弱くなる。自分らの都合でくっついたかと思えば、自分らの都合でまた離れて、離れた先の独自候補擁立にイチャモンってか、立憲許賛トゥーンってのは、ほとほと見下げ果てた生き物の集まりやね。その調子その調子。引用終了。などの声があった。これ、立憲、本庄聡衆院議員、千葉8区、が、選挙で自力で勝てば、A だけでは。立憲さんがずっともしてたのに、自らが切り捨てたんですよね。お門違いの恨み節も、いいとこで、なぜか被害者面で草。思っても言っちゃいけない、発言やなとは言わ、思いましたね。この発言について、擁護、支持するコメントを、探したのですが A のが見当たりませんでしたね。許佐案トゥーンに、ひどい仕打ちをした立憲への怒りのコメントがこちら。以下引用。それは、お前、野田に言えよ。仕打ちで言えば、さあ、棚に上がってないで野田に言え。言ってて恥ずかしくない人が国会議員になろうとしてるってのが嫌だな。こんな文句、許佐案トゥーンじゃなくて、立憲民主党執行部に言う話だろう。そもそも、本庄聡って、代表選で野田佳彦の推薦人になってるんだよな。その野田は、代表選の時から、許佐案トゥーンとは組まないと言ってたわけで、そういう野田を支持してたくせに、何を今更被害者面してるんだ。自業自得だろとしか。残念でしたベロベロバー。そんな文句は、散々協力してきた日本共産党に言うんじゃなくて、あんたのところの代表家連合の反共会長にでも言いなさい。何甘ったれたこと言ってるんだろう。党首自ら共産党を切り捨て、穏健保守と連携すると言ってるんだから、候補者も、その方向でやるしかない。維新や国民の支持層を取り込めば勝てるんでしょ。自分たちが、許佐案トゥーンに対し、どんなことをしてきた？振り返ったことあんのか？胸に手を当てて考えて、ブーメラン自業自得被害者面しないで、そもそも、許佐案トゥーンと手を組まんと言ったのはさ。立憲の執行部が、散々、共闘のきっかけである、安保法制の廃止に背を向けた上、許佐案トゥーンとは共闘しないって言ってきたんだから、執行部に苦情を言うのが筋だろう。前回当選できたのは、許佐案トゥーンのおかげだったくせに、何なのこの言い草。最終的には、許佐案トゥーンが候補者を下ろしてくれるという、ゲスな考えがあるから、こういう発言になるんだろうな。今まで、黒子に徹し続けてくれた許佐案トゥーンのありがたみ理解できた？立憲民主党から、許佐案トゥーンとの協力を失敗だったと言っておきながら何言ってんの？こんなだから支持率伸びないんだよ。引用終了。などの声があった。立憲執行部に言えよ、ブーメラン、自業自得という声がありますね。まあ、その通りやとは今思う。立憲、本庄聡氏には、ぜひ、自力で選挙戦に勝利していただきますよう、お願い申し上げます。視聴者の皆様は、この話題について、どう思いましたでしょうか？さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また、有権者の皆様、あらゆる選挙において、与野党問わず、日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますよう、お願い申し上げます。それでは、最後までご覧いただき、ありがとうございました。